幻想序曲、テンペスト、A、ザ・テンペスト作品18は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲した、演奏海洋序曲、シェイクスピアの儀曲、テンペストに基づいている。一部では、幻想曲と呼ばれることもある。作曲を進めたウラディーミル・スターソフ、1873年、がチャイコフスキーは文学にも造形が深く、文学作品に題材を求めた曲もいくつか、残している。 特にシェイクスピアはチャイコフスキーが非常に敬愛した作家の一人で幻想助曲ロメオとジュリエットに続いてシェイクスピアに題材を得たチャイコフスキーの還言楽作品の第二作となったこの曲は1873年8月から10月にかけて作曲された同年の2月に公共曲第2番がモスクワで初演されロシア5人組から高い好評を得た チャイコフスキーに作曲を勧めたのは5人組の理論的指導者であった評論家のスター祖父で・ソフで彼はシェイクスピアの他ウォルター・スコットやゴー・ホリの作品にも候補を挙げたという。しかしチャイコフスキーはテンペストの物語に惹かれ前作ロメオとジュリエットに続いてシェイクスピアを選び3部からなる幻想序曲を書き上げた。 初演は1873年12月19日に、モスクワで、ニコライルビンシテインの指揮によって行われ、公共曲第2番に劣らぬ好評を持って迎えられた。ただ、チャイコフスキーは当初、私の最も輝かしい作品の一つと語ったが、後になるとこの曲に幻滅を感じていたと伝えられている。構成がやや平凡で、上長な感じを与えるためだったという。しかし、 フォンメック夫人が後年チャイコフスキーを援助したのは、この初演を聴いて感激したのがきっかけだったというエピソードは知られており、また色彩的な響きと叙情的な美しい旋律は、リムスキー・コルサ・コフラーも高く評価している。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、オーダイコ、シンバル、 言語部曲は、フルートや、ホルンなどが、ヘタンチョウの手話音を奏して始まり、弦と金管によって、海が描写され、やがて激しい嵐となる。プロスペロー公爵が魔法で嵐を起こして、宿敵の息子、ファーディナンドの船を難破させる場面である。嵐が次第に収まると、チェロが、愛の動機を奏して、プロスペローの娘ミランダとファーディナンドの愛を描き、再び海の描写が戻って、 最後は海の静けさを広々と描いて曲を閉じる。演奏時間は約23分。チャイコフスキーの幻想序曲、いずれもシェイクスピアの擬曲に基づく。ありがとうございます。